通のマンションの場合、大規模修繕、外壁修繕であったら足場組みます。なんかこの足場組めるのって17階ぐらいまでなんですね。まあ、普通は14階とか言われてますけど、でタワーマンションって20階以上ですから、いやそれ以上のところはどうするのっていう世界になりますけど、これがまた面倒くさい話であって、まあ簡単に言いますと、作業場を作るために、屋上から、ゴンドラを吊るしたり、クレーンでゴンドラを吊るしたり、あるいはこう一層ごとにその足場を組んで、それをこう上げていったりします。まあ下げていったりとか、でそのためにその足場を支えるために壁にレールをつけたりします。でそういうこのまあ普通に足場組むに比べたらとってもこう複雑な作業、複雑で、いっぱい、余計な作業とか工程を経ますんで、時間もかかります。時間もかかります。一層の作業をするために、まあ、一層ずつこう足場組んでいきますから、ゴンドラをこういきますから、一層、いや、1回分ですね、作業の1ヶ月かかったりします。だから、50階のマンションで20階以上それやるとすると30ヶ月かかるってことですね。で、費用も膨大にかかります。今、普通のマンション、15階ぐらいのマンションが大規模修繕するための費用の目安というのは、小当たり100万円なんですね。本当に100万円です。でこれがタワーマンションになりますと軽く200万を超えます。場合によっては300万になります。で今後その建築関係のコストは人件費とともに上昇すると言われてますんで、まあこれからの場合300万を目安にしなきゃいけないんで、そうすると普通のマンションのまあ2倍以上3倍近いというような費用をかけて大規模修繕を、外壁工事を伴う大規模修繕をしていかないと、そう十何年かごとにやらないと、そのうち雨漏りが起こるかもしれない。雨漏りが起こるとこう住めませんからね、はっきり言って。で普通のマンションはまあそんなね、私が見る限り国交省の指針は12年とか13年とか言うてますけど、こんな別にやらなくてもいいじゃんとおかしくなったところだけ直していけばいいわけであって、それだけやってればいいはずなのに、タワーマンションは十何年かごとに、仮に15年ごとにやるとすると45年間で3回やらなきゃいけないってことですね。15年、30年、45年。でその費用、1回につき300万円という費用を15年で建て替えたりすると、まあ他の費用も合わせると月に3万円ぐらいは建て替え積み立てなきゃいけないっていう計算になるんですけど、それに皆さん耐えられるんですかと。で45年経ったねタワーマンションをまた1戸当たり300万かけて、今の外壁で300万かけて大規模修繕してまた15年住めますかと問われれば、いらないって言って出ていく人もたくさんいると思うんですね。で出ていくだけじゃなくても、もう安くてもいいから売っ飛ばそうというようなことに走る人も出てくるんで、非常にこのね将来が危うい、簡単には寿命って案外短いんじゃないかな。でさらに言えばね、タワーマンションじゃあぶっ壊そうとなるときにものすごい多額の費用がかかるんですよ。そう、今までねタワーマンションを老朽化したからぶっ壊したっていうケースはありません。でどれくらいかかるかよう分かりません。今ね普通のマンションですらねぶっ壊すのに一住戸200万から500万かかるって言われてるんですよ。なんでこれだからね、タワーマンションっていうもの自体、まあ皆さん買うからって言って一生懸命作ってて売ってて、買った人は喜んで住んでますけど、あなたたちその30年40年後あるいは50年100年後のことを考えてますかというふうに僕は常々、ね、疑問を持ってまして、そもそもそのもうね作る必要ないところにタワーマンション作ったりしてますからね。だからもうそういう発想はそろそろやめませんかねと、そういうふうに、私はそういった本で書いたりもしましたね。だからまあ日本人もこれからタワーマンションはどうあるべきかっていうのをもう少しこう真剣に深刻に考えるべきだと思っています。